虎杖君、あの話は。え、私の攻撃は奴に効きません。え、効かないに、虎杖君を殺せない理由がある。お互いが作った隙に攻撃を畳みかけていきましょう。まずは七三術師から片付けるか。これいいと思った。雑魚専用だな。やめよ。やつは勝っても虎杖悠仁に一撃で仕留められる危険がある。改造人間、まだストックがあったのか。やっぱり。今度は泣いちゃうかな。現実と理想の真っ最中。どちらかといえばバカは殺してきたか。周りをつける隙がない。ああ、なんて。君に感謝を。秒殺へと昇華する。私の到達できなかった呪術の手のひらで触れることが発動条件。しかしそれがくそ、呪術師だからやめた。というより、いつも決まってこれですよね。あ、そりゃパン屋ですから。うわ、辛口用途。放っておいても問題でもあります。利益追求とリスクのバランスは言わずもがなです。それだけは忘れずに。はい。何がファーストに考えるべきは会社の利益だ。それがクライアントのリードとエブリタイムににらめっこしてるアースに対する正当なマニーだ。自分はやりがいとか生きがいなんて国でフラフラと人生を謳歌する。この金さえあれば無縁でいられる。金、金さえあれば。大丈夫言えますが。あ、分かっちゃいました。仕事はお金持ちの人からお金を預かっていなくても誰も困りません。パン屋がないとパンを食べたような仕事の方が金払いが良かったりする。冷静にかすいません、私にはちょっと難しかった。肩どうですか。失礼します。生きがいなどというものとは無縁の人間だと思う。ええ、明日にでも高専に伺い。君に感謝を。それは。なんで入れる。領域は閉じ込めることに特化した結界。無料空所や自閉エンド。しかし虎杖君の言ったはずだぞ。天寿、お前が死のうと、お前が死の、心底どうでもいい。
切り札の最終奥義、それを少なめ。的がでかい。最後のチャンス。決定拳。なんだ。楽しかったよ。そこから逃走しました。私たちも追いましょう。ダドリ君踊るはずなのに、あの存在しても宿儺さえ復活すれば呪いの時代が来もなく、虎杖悠仁を殺したい。いいか、体とは違って魂は何度でも安静。説教もクソもないでしょう。俺が宿儺の魂に触れてしまったのでしょう。おかげで他が出たのではなく、奴が入ったんです。俺は今日人を殺したよ。だから引き金を引かせないことばかり考えてた。何？そんなこと私にだってわかりませんよ。善人苦人でもない。死は万人の執着ですが、同じなどと言っても、君は呼んでいたように君を必要とする人がこれから大勢。前に下った罰については一人で噛みしめろ。先生の罰、俺もお前も吉野の心わかるまで。負けない。